Windows Windows のセキュリティ機能、Windows Live One Care、Windows Live One Care とは、マイクロソフトが開発していた、インターネットセキュリティスイートである。2007年1月30日に、Windows Vista と並行して発売された。無償のセキュリティソフトウェアマイクロソフトセキュリティ、エッセンシャルズをリリースする計画のため、2009年6月30日に、小売り販売が終了した。 マルウェアの定義ファイルの提供自体は Windows Live 1ケア購読中継続して行われる。2011年4月12日にサポートが終了した。常時実施されている保護対策である。定期的なシステム改善対策である。定期的なシステムのデータ保護対策である。発売当初はウイルス検知率が低く使い物にならないという意見が目立ったが、 バージョン2.0のリリースにより、大幅な改善がなされ、こういった意見も少なくなった。また、CPU に与える負荷型ソフトに比べ低く、トラブルも少ないため、利用者も増えている。しかし、現在、未知のウイルスを検出する技術である、ヒューリスティックスキャンが搭載されていないため、今後の改善が期待されている。小規模オフィス向けのサーバーや、 ネットワーク上にあるコンピュータの保護対策として2008年9月に最初にリリースされた。対象ではないオフィス環境向けにはマイクロソフトフォーフロントクライアントセキュリティが用意されている。6 4ビット版の Windows Server 2008、スタンダード Windows Small Business Server 2008がサポートされている。ありがとうございます。